高田ボーイです。高田ボーイです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今、野鳥ハンドブックをいただきましたけどもね。ありがとうございます。こんな何本あってもいいですからね。一番いいですからね。ありがとうございますよね、本当にね。もらっておきましょう。と言っておりますけどね、いきなりですけどね。うちのおかんが大学時代に入ってみたかったゼミがあるらしいんやけど。そうなんや。その名前をちょっと忘れたらしくてね。入ってみたかったゼミの名前忘れてもうて。どうなってんねん、それ。で、まあ、いろいろ聞くんやけどな。全然わからへんねんな。わからへんの？いや、ほな俺がね、おかんが入ってみたかったゼミ、ちょっと一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言ってたかってのを教えてみてよ。いやな、自然環境は生物多様性問題を探求する野外学習も盛んな人間環境学部にあるゼミやっていうねんな。あー、高田ゼミやないかい。その特徴はもう完全に高田ゼミやかな。高田ゼミな。すぐわかったやん、こんなんもう。いや、でもこれちょっとわからへんのよ。何がわからへんのよ。いやな、俺も高田ゼミやと思ってんけどな。いや、そうやろ。おかんが言うには昔の環境問題のことばっかり学ぶらしいねん。ああ、ほな宝ゼミと違うか、人間と自然の共生の未来を考えるゼミで過去のことばっか学んでてええわけないもんね。せやねんな。宝ゼミはね、毎回環境問題に関わるフレッシュな時事ネタを扱うから、まさに生きた知識を身につけられるんよ。せやねん、せやねん。だから環境問題がもね、昔のことばっか言われるの嫌やと思うよ、あれ。そうやな、まあ過去も大事だけどね。まあ環境問題って常に新しい視点を持って学んでいくもんやからな。ほな宝ゼミちゃうがな、これ。そうやね。あれ、ほなもう一度詳しく教えてくれる？いやな、そのゼミは難しい環境問題をグループワークを通して学ぶのが特徴らしいねんけどな。なんで3つの学年で対等に議論できるのかわからんらしいのよ。高田ゼミやないかい。学習テーマに本格的に取り組む前に基礎レックっていうのがあってな、議論に臨む上で必要な知識をおさらいする機会があるんやから。あれ、でも俺はね、グループワークでたくさん発言できる人は普段からアンテナを張ってるからやと睨んでんのよ。今日からでもいいから授業やニュースにより一層向き合っていくことが習慣になったら大したもんやな。まあな、それはいろんなところでかかってきそうやな。な、宝ゼミや、そんなもんは。いや、わからへんのよ、でも。何がわからへんの、これで。いや、俺も宝ゼミやと思ってんけどな。そうだろ？おかんが言うには先生から出された課題ばっかりやる言うてんねんな。ほら、宝ゼミちゃうやないかい。先生が指定したことしか学べない環境だったら、教託ひっくり返すもんね。宝ゼミはね、サブゼミってのが4限にあってな。緑地、生物、水辺の3つの班に分かれて、そこで一人一人の関心に合ったことを主体的に学べるからええんや。せやねん、せやねん。な、関心してる人集まってるから、ゼミ生の居場所にもなっとるんやろな。そうやな。まあな、ただこの時間はな、生徒主体やから、単位が出ないってのは気ぃつけなあかんけどな。まあそういうからくりやからな、あれな。せやねんな。宝ゼミちゃうから、ほな。もうちょっとなんか言ってなかった？いやー、そこでな、ゼミ生同士の親睦を深める合宿っていうものがあるらしいね。高田ゼミやないかい。ここでみんなの仲が一気に縮まるからね。いや、せや。でもそれだけじゃなくて、普段行けないところのフィールドワークをするから、しっかり賢くなって帰ってくるんやから。例えばこんなところ行ってるらしいよ。おー、楽しそうやな。せやろ？学びだけじゃなくて大学生活楽しむならこのゼミで決まりや。いやー、でも俺らまだ行けてないんやけどな。そうなんだよな。来年こそ絶対行こうな。高田ゼミや、そんなもんは。いやー、でも分からへんねん。なんで分からへんねんの、これで。いや、俺もな、そのゼミやと思ってんけどな。そうやろ？おかんが言うには、ゼミ生同士のつながりがめちゃくちゃドライやっていうねん。ほな、高田ゼミちゃうやないかい。同期はもちろん学年を超えた風通しの良さが魅力ないからね。せやねんな。高田ゼミはね、難しいことにもみんなでチャレンジできる雰囲気があるからな。うん、せやねんな。それとな、毎月ゼミ生の誕生日をみんなで祝うゼミなんてなかなかないからね。そうやんな。俺も祝ってもらって嬉しかったわ。いい顔してるな、この写真は。高田ゼミちゃうかな。ほら、もうちょっとなんか言ってなかった？いやー、そこはな、学生みんなでゼミを運営してるらしいね。高田ゼミやないかい。高田ゼミは学生メインで運営するから、チームワークや主体性がある人多いよ。せやねん、せやねん。でな、困った時には先生がサポートしてくれんのよ。頼りになるし、可愛いから、みんなから愛されてるんや。宝ゼミ決まり、そんな。いやな。いや、でも分からへんね。分からへんことない。おかんが入りたかったゼミは宝ゼミ。もう。いやな、でもおかんが言うには宝ゼミではないって言うねん。ほら、宝ゼミちゃうやないかい。おかんが宝ゼミではないと言うんやから、宝ゼミちゃうから。そうやね。先言えよ。せっかく1年生が見に来てくれてるのに。いや、申し訳ないよ。だから。ほんまに分からへんがな、これ。どうなってんねん、もう。でな、おとんが言うにはな。おとん。有吉ゼミちゃうかっちゅうね。いや、絶対ちゃうやろ。もうええわ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すいません。高田ゼミに入ろうと思った動機とかきっかけがあれば教えてください。私はもともと自然が好きだったから、サイエンスカフェを見つけて、それで高田ゼミに入りたいなって思った感じです。私も高田ゼミです。自然が好きな人が多いかな。でも私は別に最初はあんまり生き物に興味がなかったんだけど、先生の研究に参加するのが楽しかったから、入りました。
いろんな人がいるとね。このゼミに入ってなんか身につくことってありますか？そうですね、まあ、チームワーク、グループワークをする機会が多いのでチームワークがすごい助けっていうのと、まあ、あとパワーポイントとかに触れる機会が多いので資料作成もかなり力がつくと思います。はい、すいません、あのゼミ選びの時に不安に感じたことってありますか？ないしょやるしかない幸せなら OK です。すいません、すいません。高田ゼミの魅力を教えてもらってもいいですか？高田ゼミの魅力はゼミ生の中で野外活動が多い。あ、確かに。やっぱり先生が可愛い。あ、それだわ。めっちゃ一番だわ。一番は先生が可愛いよ。可愛くて楽しいです。それでは皆さんお待ちかね、高田先生にインタビューをしていきたいと思います。高田先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、このゼミでは何を学ぶのか教えてください。はい、このゼミは主に日本国内に目を向けて、より身近な視点、ローカルな視点で人と自然との関わり方についてさまざまなテーマを議論し学ぶ活動をしています。例えばペット問題や食べ物、災害、環境教育、エコツーリズム、里山といった問題をテーマにグループワーク、ディベート、プレゼンテーションなどを行っています。その他に野外学習、それから都市の自然をテーマとした学生自らが企画し実践するサブゼミ活動も行っています。ありがとうございます。ではどういった学生と一緒に学びたいか教えてください。はい、人と自然との関わり方はとても広いです。暮らし、経済、社会、文化と深く関わっています。そんな人と自然との関わり方に関心のある方、また生き物や自然大好きな方、ぜひ一緒に学び、共に学生時代の有益な時間を過ごしていきましょう。グループで研究し学ぶ機会が多いゼミです。仲間を互いに尊重し支え合い、先輩後輩とも垣根なく信頼し合いながら元気よく活動していける方を感じしたいと思っています。ありがとうございます。最後に1年生に一言お願いいたします。はい、自然環境とか生物多様性に関わる問題意識、人間に不可欠な資源やサービスとしてのものの見方や見識、というのはこれからの社会を皆さんが生き抜く上で欠かせないものと考えています。多彩なゼミ活動を通して多くの知識と教養、そして経験を得て、さらに仲間との絆を深め、将来への礎としてほしいと願っています。皆さんをお待ちしています。高田先生、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、たくさんのご応募お待ちしております。